皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数と負の数の12回目、累乗と指数について今回は説明します。まず最初に累乗ってどういうことなのか、これを説明して注意しなくてはいけないところ、そして最後に計算練習、こういう順番で進めていきます。じゃあまず説明ですね。同じ数をいくつか掛け合わせたものをその数の累乗と言います。例えば 3×3×3×3 と3を4回かけていますよね。これを3を書いてその右上に小さく4と書いて表すことができるんですね。これ3の4乗と読みます。もし2回かけてあるんだったら3の2乗、5回かけてあったら3の5乗、こういうふうになるんですね。この時この右上に書く小さな数、ここの部分ですね、この数を指数と言います。この指数はその数を何回掛け算しているか、これを示しています。ここでは4回掛け算しているので3の右上に小さく4と書いて4回だよと示しているわけですね。3の4乗は3を4回掛けているんだよと、こういう意味です。では例を使ってもう少し、詳しくやりましょう。括弧1、マイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2、これマイナス2を3回かけています。ですからこれは括弧をつけて括弧の中にマイナス2こう書いて括弧の外側に3回かけているので3と書いて括弧マイナス2の3乗とね、マイナス2の括弧3乗と、こういうふうになるわけですね。次は6分の1かける6分の1です。これ6分の1を2回かけているので、この分数の時にも括弧の中に分数を入れます。で6分の1と書いて括弧の外側に2回なので2乗と、ね、6分の1括弧の2乗とこうなるわけです。もちろん小数でも指数を使って表せます。0.12×0.12×0.12、 0.12 3回かけているので0.12 と書いてその右上に3と 0.12 の3乗と、こんな風に表せるんですね。次はちょっと注意しなくちゃいけないところ、どこかというと、例えばマイナス5の2乗括弧に入っていないですね。それに対して括弧マイナス5括弧閉じ2乗と、これは意味が違うんですね。4番としてマイナス5の2乗括弧に入っていない場合、これは何かというと、実はマイナスをつけて5だけを2回かけるとね、 5×5 とこういう計算をしなさいということです。ですからこれは5×5×25、その前にマイナスをつけてマイナス25とこうなります。で括弧に入っている場合、5番ですね、マイナス5括弧の外側に2乗、この場合はマイナス5これを2回かけるという意味です。負の数を2回かけているので答えは正の数になって25となりますよね。このように括弧に入っている場合と入っていない場合、答えの符号が変わってきますね。では次は分数の場合です。括弧に入っていない3分の2の3乗分子の2のところに指数の3がついていて3分の2の3乗となっています。それに対して括弧の中に入っている3分の2の括弧の外側に3乗と、この場合はこういうことになります。6番で3分の2上の部分だけ3乗になっている時には分母はそのままです。1個だけ、2だけを、分子の部分だけを3回かけると、こういう意味になって答えは
3分の8とこうなるんですが、括弧7のように分数がすべて括弧の中に入っていて括弧の外に3乗となっている場合、これは3分の2を3回かけるとこういう意味になるんですね。ですから27分の8と答えが全然違ってきちゃいますよね。このこともここで覚えてください。では今度は実際に計算練習に入ります。計算練習7問やってみます。括弧1括弧マイナス2括弧閉じて3乗と、これはマイナス2を3回かけているということです。これは、負の数が奇数個あるので答えは負になってマイナスの8ですね。括弧2番括弧に入っていないでマイナス4の2乗ですね。これは4だけを2回かけるという意味でしたからマイナスを前につけて4かける4とこうなります。マイナスの16、これが答えです。括弧3番あれさっきの説明のところには出てきませんでした。でも括弧の中最初に計算するというのが順番ですから括弧の中を最初に計算すると 5-8 はマイナス3です。ですからこれはマイナス3の括弧の外側に3乗とこういうことになります。これはマイナス3を3回かけるとマイナス3かけるマイナス3かけるマイナス3こういうことですから答えはマイナスの27と、ね、負の数を3回かけている奇数個なので答えは負の数になるとこういうことですね。4番括弧の中に入っている4分の3で外側に2乗とこうなっています。これは4分の3を2回かけるという意味になりますから4分の3かける4分の3こうなって16分の9、こうなります。先ほども言いましたけど小数でも同じです。 0.5 の3乗というのは 0.5 を3回かけているという意味ですから 0.5 かける 0.5 かける 0.5 これを計算すると 0.125 になります。括弧6番6分の5の2乗と括弧に入っていないと、そしてこの5の右上に2ってあるので指数があるのでこれは6の部分はそのまま分母はそのままで分子の5だけを2回かけるとこういうことになりますね。ですから答えは6分の25とこうなるわけです。7番括弧マイナス3、4乗括弧閉じとこうなっています。これも先ほどは出てこなかったんですけどこれはこういう意味です。括弧外しちゃってマイナス3の4乗と括弧に入っていないということです。ですからこれはマイナスを前につけて3だけを4回かけましょうという意味ですからマイナスを前につけて括弧の中で 3×3×3×3 とこうやりますとマイナス81とこうなるわけです。これ前から順番にかけていくと大変ですよね。 3×3 で9で 9×3 で27で 27×3 とこれちょっと大変でしょ。だからこれは結合法則を使ってください。ここの部分 3×3 で9、ここの部分 3×3 で9、 9×9 81ってね、ちょっとここをまとめてあげると簡単に計算できますね。今回は
累乗と指数について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。